はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ2リベンジオブザセブンやっていきたいと思います。今回から3代目皇帝、クロウ皇帝ですね、で進めていきます。パーティーメンツはこんな感じで、クロウはシティシーフ皇帝ですね。で、オライオンフリーファイターの男を入れてます。で、フリッツ格闘家、アルゴルフリーイメージ男で、ジェシカ帝国軽装歩兵ということで、まあ、メンツはもうほぼほぼ全部入れ替えてますね。ほぼほぼというか全部入れ替えてるんで、アビリティの習得は全員何も覚えてないです。なのでまあいろいろね使ってここら辺のアビリティをまず覚えさせるっていうのは全然ありなムーブだと思います。で、あと武器的な話をしていくと、皇帝がまずダーと弓と小剣を使っていこうかなと。で、フリーファイターは体験と、あとこっちが斧ですね。斧だから一番弱い、まだ旋風になってるんで斧もちょっと使っていきたい。で、あと体術も使ってないんで今回格闘家入れてます。で、あとちょっと分かんないのが、その体術、術って盾発動するじゃないですか。体術でもね、盾が発動するのかがちょっと分かんないんですけど、盾今のところ持っちゃうと結構重いやつしか残ってないんで、まあそのまま装備させない感じにはしてます。ちょっとそこは情報は分かんないです。で、フリーメージは、術要員なんで、まあ、こいつはちょっと術を使っていく。で、術も土の術ですねがメインに、なってるので、こっちのレベルも上げていきたいなという感じです。で、帝国軽装歩兵が、小剣と普通の剣を使っていく形で、まあ、今回はやっていきます。であと術とか技に関して継承させようとした時に、そのレベルが上がってないと、そもそも例えば皇帝の能力値って弓使おうって思ったけど、弓レベル0なんで、まあ、ほぼほぼ何にももう継承ができないっていうのが分かりました。だからレベルが低くて強い技は使えないよっていうところですね。まあそんな感じで、まず玉座がハテナになってるんで、ここ座ろう。何ができるか、オレオン海の向こうにカンバーランド、これか。そのハロルド王が陛下をお招きしたいと言ってきております。ソーモンの港からカンバーランドのダグラスに向かう船が出ております。一度お会いしてみてはいかがでしょうか。なるほど、情報をこっから来るのか。もう少し聞いてみよう。武装商船団とかも多分あるからね。ビクトール運河が開通し交易を開始いたしましたが、モーベルムで武装商船団が通行料を取り立てているようです。このままでは帝国に収入が入りません。モーベルムに赴き話をつけてみてはいかがでしょうか。で、モーベルムも行けるようになったとっていう感じか。ちょっと座って考えよう。今後の方針としては、まず普通のオリジナル版でのムーブだと強い武器を取りに行くんで、まあ、下に下にっていう感じなんですよね。カンバーランドとか大抵滅亡するから。で、カンバーランドまずどうするの問題があって、ね、あのちょっと世代またいじゃうと滅亡しちゃうんで、早めに行きたいんですけど、今の段階ですぐには行きたくないっていうのがあって、で武装商船団もなんだっけ、口調が荒いキャラクターだと、まあ、進めやすくなるんで、シティシーフってどうなんだろう。確か口調荒かったような気もするんだけど、まあ、地図を見ながらもちょっと考えていくと、全体マップとしてこういうナゼールの方に行くんですよね。で、ナゼールの方に行って、ナゼールの洞窟にまず剣のスプラッシャーがあったんで、そのスプラッシャーを回収して、この砂漠の方に行っていろいろなの星取って、幻獣剣取って、で、あとナゼールの こっちの遺跡にグリムリーパーの弓があったんで、それも回収して、ここさらに東へ行ってヤウダ地方に行って刀を買うっていう、で、刀体験ですねみたいなムーブを、取って、まあ、強い武器を揃えてから進めていくっていう感じで、まあ、俺はやっていってるんですけれども、そうするとだいたいこう進んでいくうちに世代が経って、ここのカンバーランドはもう滅亡しているっていう。で、カンバーランドただ滅亡したからといって、ね、制圧できなくなるとかそういったことはないんで、ホーリーオーダーも、ね、仲間にできなくなるとかっていうのはないんで、まあ、いつものムーブでとりあえず通用するかっていうので、どこまでどう通用していくのかを確認していこう。だ、そういう強武器とかがどこまでね、その制限かかってるか。ティファルのやつは死んでんな。
で現住権ももしかしたらなんか簡単に取れなくなってる可能性もあったりするんで、まあ、それも進めながら見ていきましょう。まあまずはこの右上のさ、ダグラスへ向かうっていうのをこれ変えたいんだけど、変えらんないのかな。鉱山にモンスターが住み着いている。まあ、鉱山ね、解放すればそもそも帝国の収入も上がるしね。これは中、あ、違うな。こっちの方か。なんだ、どこだ。こっちか。しょぼくれてるやつ。君も一攫千金を狙ってきたのか。今は採掘どころではない。故郷を飛び出しやっとたどり着いた宝石鉱山モンスターだらけ。君はこの町の人じゃないのか。僕の故郷を決して住みやすいとは言えない土地、裕福な暮らしってやつに憧れてきた。お金より命の方が大事。帰ろうかな。宝石鉱山へ向かう。まだ印がついてるっちゃついてるな。あれ、ここが宝石鉱山もしかして。このまま行くっていう感じ。交代制で見張りをしているんだ。いつモンスターが出てくるか分かったもんじゃないからな。よし、モンスターを追い払いましょう。何、本当か。そこまで骨のあるやつがこの町にいたとはな。鉱山からモンスターがいなくなればかつての活気が戻ってくるだろう。頼んだぞ。では鉱山攻略いきましょう。まあ、一応ロケーションとしても宝石鉱山はあるんだね。ルドン、なんか強そうな奴らがいるな。よくこれむしろ閉じ込められてるよね。押さえつけられてるよ。こんな奴らさ、一体でもさ出てきたらさ、結構壊滅になるっしょ、街は。あ、こうやって降りてくんのね。結構しっかりした作りな。あれ、なんだ、ちょっと待って待って待って、どういうこと。これで、なるほど、ギミックがめんどくさくはなってんな。まあでもなんか鉱山っていう感じの施設にはなってるよね。こっちはいけないか。先手取れるんだったらやっぱ取っときたい。もうちょっと剣早く振ってほしいな。なんかワンテンポあるよ。で弓レベルを上げていこう。まずはでパンチ。でこいつはちょっと、まあ斧は斧で一回殴ってきた。で土だな。ロッククラッシュ任せてからの剣がいいな。スタン、やば。てか今フリーファイトになってる。違う、インペリアルクロスになってる。弓だ、弱っ。デタラメ矢がないんだよね。やばいなこれ。そう考えると俺が行くぜ。絶対死人が出るでしょ。どうする。術、太陽光線どうなの。まあ、太陽が一番強いな。ここは私。いや、今のところフリーメージの火力が高い。そしてここを攻略していける自信がない。マジめっちゃ寝てるし、太陽光線行くしかない。お任せで。連携使おう。あげましょう。帝国の力です。舐めてもらっちゃ困るのよね。まあ、でも一気にレベルは上がるんじゃないか。そうだよね。お、さらに覚えた。まだまだ強くなりますぞ。足がなめか。先手取れればいいけどな。ちょっと陣形インペリアルクロスは向いてないからな。かといってフリーファイトもな、フリーイメージが前に出ちゃうからな。どうなんだろう。これだって皇帝はさすがに変えられる。
え、固定変えられるわ。じゃあフリーメージ後ろにするか。でも物理攻撃、物術のあれが上がるのか。素晴らしい。じゃあフリーメージ前に出すか。まあこれでいくか。よし、ちょっとフリーファイトマイナス1だね、正式名称は。なんで乱されてる、なんで乱されてる理由がようわからん。ちょっと弱点強いから連携ゲージは倒していきたい。必死ね。もうガチでこれ一発っす。終わるんだけど。証券兼両方か。弱点にはなってる。みじん切りも5を使うからな。いやでももう俺が行くぜ。無理だ、強すぎる敵が。ちょっと斧は斧で撃っていきたいよ。いやマジで死ぬぞこれ。全滅する。強い。ちょっと待って、太陽光線弓レベルがどうとか言ってる。いや絶対これ使ってきた。マジ壊滅、壊滅なんだけど。かけね、これ麻痺ったら終わる。あ、終わった。ちょっと待って、これでも音程交代になる。やべえ。皇帝継承一瞬で終わったわ、三代目。強すぎる。ってかやっぱり重装砲兵入れてインペリアルクロスがいいか。ビーバーフリーメージは多分ないよね。シティシーフ女どうしよう。シティシーフ女引き継ごう。抜け目ない猫アビリティ、バトル勝利時に一部ドロップアイテム数2倍になる。あ、これはこれでいいな。今受け継ごう歴々の皇帝の力と記憶を。これまたあれだ、編成組み直さないと。いや強すぎんだけど、ちょっと鍛えて。進める状況になったら進もう。じゃあ次の皇帝ビーバーちゃんですね。でなんだかんだでやっぱりインペリアルクロスで帝国重装歩兵に攻撃を集中させるのがまあ安定かなということで、重装歩兵のバイソンを入れてます。これで進んでいきましょう。さあ後ろは例によって取れて、ちょっともうリベンジマッチよ。で多少レベルを上げたんでデタラメアは使えるようになってます。あんまりやっぱ強くないんだよな。ちょっとライトボール、暗闇にしたかったけど。で気弾とか覚えましたね。気弾はね光がついてるんで、あのスライム系にも通るっていう。キックしてみよう。ほらで槍は弱いんだけど、なんか技が覚えられるから。でフレームピュー痛いです。で、あとね、地裂撃覚えたんで、盾がいけるんだよね。で、脳天割りは脳天割りで、眠りにできるっていうのがね、意外にいいなと思った。ここは私が。さあ、ちょっと水はどうしようかな。生命の、あれ、なんかレベル2とかになってるぞ。どういうこと ?BP9 も使うの?ちょっと待って。それは嫌だな。レベル1とかに戻せないのかな ?9 の消耗は、ちょっと。ためらっちゃうぞ。ファイアボールだ。弓はレベル上げときたいんです。あんま強くないから正直。ケーこいつキックしたら熱そうだよな。ちょっと倒そう。さあ進もうか。まあ多分技術点が高いからね、あのレベルなくても全然上がっていくから。足がダメ。そうか、前回のやつ死んだから。これもう後ろ取りたいんだよな。なんか来た瞬間去って後ろ取るかな。ダメだ。さあ
まあ、せめて陣形を乱されないだけマシだな。カエルの王子様、一回デタラメ屋が取り出せそうだ。デタラメ返ししてきた。ロッククラッシュからの周期砲がなんかすげえ、めっちゃひらめきゾーンに入ってるけど、そばっと。どうしてやろうか。なんかガードしたよな、槍を使ってないからか、そういうこと。いや盾全部発動するとかある、そんなんある。どうだ、我慢比べなら負けんぞ。マジで死にそうなんだけど、例によって。さあ確実に倒したいな。もちもち使おう、連携いっちゃおう。デタラメ屋始めましょう。確実に決める。影抜いた。デタラメ屋死ぬ、うん、いやマジで死ぬ。どうする、修行で倒そう、まず倒そう。よしこれで、で弱点の、これで筒に倒して、で弱点をついて、槍の弱点で、さすがに倒せるっしょパンで。 OK、 一回の戦闘が苦労するわ。でどっち、あれこれ戻ってる、こう来て、でここに部屋があって、なんかいますわ。これあれっけ、神経乱されたわ。いやデタラメがちょっと火力ないな。116やっぱめちゃ食らう。あ、熾烈が弱点か、血が弱点だからね。でも複数巻き込みたいよな。というわけで複数巻き込むか、槍で弱点ついて、あそうそうそう、だからキャラ変わったから得意武器炎から槍になったんだよね。ダイナマイト修行で、術使っていくか。弱点ついていけば、まあ割と溜まっていくからな、オーバードライブゲージは。でそしたらガンガン使っていこう、やっぱり。あ、クレイモアができた。どうなんだ、白手袋回収しに行った方がいいか。でも妖刀流行は妖刀流行で多分ひらめき可能な固有技があるんだよな。でもひらめかないよね、そのひらめきマークがついてないからな。どうなんだろう、白手袋。あ、清さが上がるのか。あ、じゃあ清さ系ありだな。鋼鉄鉱石、あ、いいや、ちょっとここはこのまま乗り切ろう。これ絶対さ罠じゃね、罠ゾーンあったよね。さっさと終わらせましょう。ただ弓は上げてきたよ。あともうそこまで、これが気弾がいけるんだよ。ほら、お任せを。多分これ物理っていうよりはこっちの方がいいよね。で自分で入れ込み終わらねえ。どうしてやろうか。これはもう体験、私の番からの気弾、だいぶ使いやすくなってんな。竜の穴の鉄拳を、え、バカッとしそう。ここは大丈夫か、9万円金の宝庫でもあるっちゃあるから。あ、これは七英雄記憶じゃないか。ちょっと見よう。地方に一つずつ、一つずつかわかんないけど一つくらいはある感じかな。来たか。この島はタームの襲撃を免れているようだな。
未踏の砂漠に危険なモンスターが救う原生林。ここは人が住めるような地ではない。人間がいなければタームも近寄らない。都市部は悲惨な状況だ。毎日いくつもの町が壊滅し、何千もの犠牲者が出ている。それで軍の中枢にあるワグナス殿はどんな戦術で南極を打ち破る？作戦がある。だが作戦の実行には決死の覚悟を持つ少数精鋭の部隊を作らなければならない。スービエ、王国兵の中にもお前ほどの槍の使い手はいない。これと決めた時の恐れを知らぬ豪遊、窮地に陥った時に発揮する非凡な知恵、私が望む部隊には不可欠の戦士だ。明日の朝早くこの島を出る。町に着いたら船で他国に渡るつもりだ。どこに移り住んだところで天変地異からは逃れられぬ。だがタームを何とかしなければ、世界の終末より前に人類が滅びる。俺は次元転移などには興味がない。今まで通り死の瞬間まで生を楽しめるだけ楽しむ。だがもしもいとこであるお前が俺を頼って訪ねてきたら、その時は話を聞こうと思っていた。では間一髪間に合ったというわけか。それで返事は？私と共に来てくれるか？見ろアグナス、波が激しくぶつかり合っている。風が強くなり波長の間隔も長くなった。伝説の大波が来るかもしれない。どこへ行く？服を着たまま波乗りしろと？そんなもの後にしろ。まだ答えを聞いてない。後も先もない。同じ波は二度と来ない。今この瞬間を捕まえられるか否か、それだけだ。波に乗れるか飲まれるか、運命に乗るか反るか。俺がここを立つ寸前にお前は来た。これは運命かもしれない。ならば一つ占ってみよう。俺が伝説の大波に乗ることができたら、その時はお前についていく。3、スービエとワグナスっていとこだったんだ。ああ人狼みたいなのがいるな。来た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 、あやばい、後ろ来たよ。そりゃ乱されるよな。あちょっと待って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 、連携使ってこう。デタラメ来た。よし、デタラメはまあ2倍になってようやくって感じだよな。めっちゃスタンしてんな。で、ロッククラッシュで、ファイヤーウォーズ、あとまたオーバードライブを貯めていく。こいつはもうパンチでいけるかな。どうしてやるんだ。槍何を覚えるんだろう。まあ、大してそもそも動いてないからな。で、コントロールで殴って、さあ、進もうか。そういや、経験値プラス 10% はもうなくなってるからね、さすがに。ここは絶対罠じゃない？これ絶対罠。あ、行った段階で罠あるのかよ。あ、終わったーって言ってもそんなにいっぱいいるわけではない。ウォーターが出た。よし、弱点だ。あ、強っ。死ぬ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 。とりあえず1体切り落とそう。宗教自分で回復できるの結構でかいな。ダイナマイト、私の番だな。縦にはなってない。なかなか縦にならないなこれ。
十字切りがまあ一番 安定かな。でちょっと自分で回復しようもんさい。ああ回復しといてよかった。ウォーターガンで敵4影を減らしてゲーマーヒッターからのこれもやることがないな。来た。ロマンクラベなら負けんぞ。いや止めた。いや死ぬ死んだ。いや減らそう。ファイアボールです。私の番か。来た。これで終わりだ。よし勝負あったな。いや近づいただけで落とされるっていうのはちょっと予想外ではあったな。どこに来たこれ。ちょっと分かんないとこに来ちゃったし、これトロッコ乗れんの。トロッコは乗れない。下にカエルがいて、こいつトビーってさ、トビーか、トビーの弓落とさないのかな。連携使おう。デタラメだな。デタラメクラッシュ。これで一体減らせられる。こいつめっちゃ光ってんだけどな。パンチ熱いです。やり弱点。覚悟はできたか。で剣が普通にやりかあったら十文字切りやろう。止めた。ちょっと待って、コラリスとかさ、もう BP がないんですけど、ウォーターが。まだまだ負けてはおりませんよ。これ下降りる。わあ降りたー。からのキル。隙だらけですぞ。一回しか撃てないな、もうロッククラッシュ。ウォーターガンだったら二回撃てるから、カエルってまあまあまあ効かないよね。PP 不足になるわー。やっぱりファイアボール切り落として使っちゃおう。これで終わりだ。で地裂撃、ちょっと範囲が狭いよな。あ間違えたマリ勝ちだよマリ今回で弓パンチからの体験痛いです。機械取ったら本当死ぬかな。月光で回復。パンチ溜める。で生命の水が使えないよ。呼吸傷口をやるまでもないの。殴るか。ショッタースタッフがある、うん、で溜まったんでこれは地裂撃始めるぞ。ここは私の。で証券もちょっと上げとくか。でパンチでこれで倒して終わりでしょ。まこんなもんか。敵がいつ行動してくれるか見れるのは結構いいな。で俺がどこにいるかわからん。落とされたからこいつぶった切ろう。これはこうなんかベヒモスみたいなやつがいい。あ回復させるの忘れてた。最悪だ、うん、巻き出せられっかな。お前引ったらこいつ置いとこう。キック痛いです。やべえです。死んだ。撃ったよみがえらせよ。陣形効果マジ重要だからな。呼吸器具薬も使っちゃうか。でこれで使うわけです。トマホーク十文字切り使うか。いってちょっと自分だな。よし回避。弓すら回避できるのがいいな。死んだ。マジで死にすぎだろ。こ
ここは私が使っちゃおう。大丈夫ですか。ありがとう。俺が行くぜ。こんな雑魚的にこんなに使うことになるとは。よし。そう考えるとやっぱりそこオーバードライブゲージ重要だよな。ミノタウルス強すぎんだけど。そんなガードガードしてようやくなんか普通って感じだからな。どれ任せて。で連携は何になる。太陽クラッシュ。見たかどうか。これ多分倒せないよ。だ1000以上あるってことじゃん。このミノタウルスってのやつ。死ぬぞ。すぐ死ぬぞ。そう。すえ。あれ術剣あそっかそっかレベルだもんね。術は術剣のレベルが上がるとどうなんだ。何ができるようになるんだ。追っかけっこはいいや。うわちょっと待って宝箱がある。後ろ取られた。しかも最悪だ。だ回復し忘れちゃうんだよ。コンボで殴ってウシウィークだな。溜まる、まあ、溜まればもう何でもいいよ。でたらめよし、まあ、溜まるフレームウィーク。いけるでクリティカルの十字切りでミノタウルスはちょっと置いとこう。やっぱり足だ。ここは私がで高級キスミスに使って弱点はないからまたドライブゲージを貯めながら非耐性かで十字入りでパンチ。さあ僕キスミスに使おう。大丈夫ですか。ありがとうよ。で弓で回復させてよかった。十字切りビビねえよ。これたまるでたまったところで連結化を被弾クラッシュ。ほら500からの500くらい。まだまだ負けてはおりませんね。で、なんかいいの入ってろ。なんだこれ。古代魔術師、生涯をかけて研究した記録らしき本。サイクロンスクイーズ。え、こうやって手に入んの。まあ、いいものかって言えばいいものだったな。ちょ、こいつ倒したら、いろいろこう、帰る一回。デタラメ打っとこう。切り落とし使おう。これで終わりだ。パンチからの十文字切りも使っていく。でパンチあっちとはならないけど感電するのかな。麻痺耐性ある。死ぬ死なない。逃げて私の番だな。クリティカル倒した。10回帰ろこれ。マジでちょっと玉座がなんかあるんでやろう。あ、都市開発か結局。で魔法研究所がだからレベル2にできるのか。2つの術系統を合成した新たな術。あ、これやる。100万かかる。金がマジでなくなるわ。コッコが8万円になった。これはもう完全勢力化だもんな。ウォーターガンがレベル2になった。これまた消費増えんじゃね。今ちょっとニーベルの街に来てんだけどさ、これ先生じゃね。先生でした。よしこれで5個揃った。アイテムっぽい感じだよね。お宝ハンター、未発見の宝箱の数が分かるようになる。え、めっちゃいいじゃん。え、そういうアビリティ的なものが入るの。これ絶対じゃあやった方がいいよね。10
10って10個目ね。10個目とかだって金出しさ、15個目は逃げる、20個目なんか武器アップみたいな感じになってるよ。え、だって30個目なんて鍛冶屋じゃん。マジかよ。これはちょっと自力で50は難しそうだしな。まあいいや、先生はめちゃくちゃ重要だな。あ、こういう感じでわかるんだ。ゴブリンの穴、宝箱4分の3、1個取ってない。で、下水道も2個取ってないみたいな。封印の地は？封印の地なんてもう行けなくね？行けんの？地下とか、これ地下とかも含まれてんのかな？で、ウォッチマンも、ないね。これお金だったら欲しいよな。まあ、ちょっと、レベル上げしつつ探索するか。じゃあ魔法研究所もレベル2になったので、合成術開発が可能になりました。合成術は2つの術系統を融合させた強力な術です。ということで、まず古文書を手に入れましょう。研究員に渡しましょう。一定時間経過すると、習得できるようになります。サイクロンスクイーズがあるんで、ていうか、まあ、こいつに渡せばいいか。こちらでは術法について研究しております。あ、そうだな。威力は24、まあ、スタンあり。10万円かかるのか、まあ、結局金かかるよな。まあ、やろう。どのような術が完成するか楽しみですね。してなんですけど、新たな術をまたお越しください。多分ね、レベル1とレベル2、あの、分かれてるわ、ちゃんと。術でこいつウォーターガンがあって、でウォーターガンレベル2もあるん でレベル2の方は貫通がついてんだよね。縦貫通があるんで、こっちの方が威力も高いけどちょっと消費も高いよっていうやつですね。まあ、それはかなり助かるかな。で、鋼の具足も開発しておきましょう。ちょっと鉱石足んなくて作れなかったけど、まあ割と稼ぎをして貯めましたと。で、これやればラメラースーツが作れるようになるんで、まあ、ちょっとこれも目指したいよね。では宝石鉱山リベンジ行きましょう。宝箱13個もあんだ。3個しか取ってない。これ奥のものもやっぱり多分合わさってるね。宝箱は回収しながら行きたいよな。敵も倒しながら行くか。なんか結構時間かかりそうだけど。で、 BP 結構溜まってるから、まあ回復されてもいい気がするんだよな。どうしてやろうか。で、あ、そうそうそう、クレイモアにしました。クレイモアにクレイモアにしたんだけど、オーバードライブは使ってこう。切り気弾、俺に続け。切り落としからの切り弾強い。で、ウロタガはレベル2で、あ、いいね、完璧じゃん。こんな効かんよ、足払いなど痛いです。周期砲めっちゃ光ってる。めっちゃ光っててもまあまああれなんだよね。で、弱点つきたい。チャージ見切った。足払いを見切ったのか。クレイモア止めた。まあまあまあ、いいんじゃないですか。で、どんどん奥へ進んでこう。こいつら仕方していいかな。で、どっか落ちたところあるよね、その穴みたいなのが。あの奥行きたいっちゃ行きたいんだよな。始めましょう。感電しよう。あ、まひった。よし、まひったやつほっとこう。もうだからこれで、まあ、ロックフラッシュは打ちたいです。で、チャージ、チャージも覚えてるんです。宗教覚えた。ベルセルクか。なるほど、強戦士になっちゃったよ。甘いな。覚悟はできたか。ほら行くぞ。キック、ちょパンチしか打てないのか。強戦士だから強い。よく弱とか、もう一回回し出すと。うん、パーリーマジで強いわ。私の番だな。で、殴るじゃん。たまにオーバードライブはもう次だな。ベルセルク強い。言うの穴
こだよ、ここ。ここが落ちて、端っこを通っていけばいいのかな。お、そういうことか。で、7万円。よし、金ゲット。ちゃんと金はゲットできるんだな。え、こっちもあんの？ちょっと待った。さあ、まあ、鹿としてもよかった気がするけど。ロッククラッシュからの連携のデタラメ気弾、一気にいくわよ。キタムタムだ、水路に覚悟はできたか。からの十字切れスライム、左に、うん、どうしてやろうか。チャージ、毒性ついてるからいいな。で、アースヒール覚えたんだよね。で、感電もめっちゃ光ってんな。俺がいぜ、めっちゃ光ってても意外に覚えないからな。じゃあ、気弾やんないと弱点つけないから。いいね、最高よ、パーリーで。リザード一列撃が12も使うんですか。剣で切ろう、それ痛い。で、術ダイヤボールも効かないか、効かないっていうか、まあ普通だな。パンチたまらん。こんな、あとは普通に切っていくか。ちょっと BP 節約で。よし、さっさと行こうぜ。なんかあるわけではないからの獣人2匹来た華麗に避ける。で、こっちは落っこってきたところだから、このまま、なるほど、上を通ってこいつを華麗にスルーしていきなかった。そう、ガッチリ飛びつろうかなと思ったら、ウォーターガンデスライム、デッドラメアか。デッドラメアね、結構見切ってるやつ多いんだよね今。暗闇にはならないか。気弾、いやいや死んでない。どうしてやろうか。槍、よし、剣でいこう。普通にトビーって絶対トビーの弓を落とすっしょ。プラズマスラスト全体使っていこう、ガンガン使っていこう。連携は BP の節約になるからね。で、俺はちょっと目をついたかった。え、ちょっと待って待って、こいつ飛んでるやん。と満たされた。タウロスちゃんはまあ普通に、でウォーターがこれ2人いける。お、いいじゃん。ちょっと考えてこう。デタラメアウィングもつきながら、あ、やっぱ盾使うな。被弾でタウロスは槍に弱い。槍が全然ないんだよな。足払いしたん、特にこいつを殴っていくか。はい、で、生命の水も9使うから、じゃあアースヒールだよねっていう。土にもなるし、で、デタラメアで極端に狙う。死んで寝て、脳天割って月光で起こして、よし、足がダメ。ただなんかこれで終わってるかな、このターンの。まあ、剣でいいか。
弱点がまだあと2つわからんな。そこ痛い。こいつ LP27 とかめちゃくちゃあるな。槍も意外になんか覚えそうな気はするんだけど、寝ないかな。どんどん割り出るんだよ。ここは私。いや、ここも押し切る。まだまだ負けてはおりませんよ。これを取りに来た。わざわざ白銀、いや白銀系を作るのに多分必要になるな。これさ、めっちゃ下まで落ちれんの。どうすればいいんだ。多重構造になって難しい。よし、チャンス。デタラメで行こう。一気に行くわよ。これウォーターガンさ、縦1列こんな任せろからの、これ串刺しもいけんじゃん。めっちゃ光ってるし、ダメだ。みじん切り、デタラメアは倒せる。誰か倒せないけど、タードスが強いんだよ普通に。足がダメ、いけ、うん、スタン、よっしゃ。どうしてやろうか。これはもう、どうだ、私の番だろ。節約でいこう。ここは私が節約。動くな、マジ。やった、うむ、安全に行こう。安全にパンチ、剣、状態異常マジで重要だな。ゴリ押しがなかなかきついからね。先にここクリアして後で。痛い。さあ始めましょう。安全に見る。動くなって全体なの。一定確率で麻痺。行け、動くな。で、誰が麻痺だ。それなりに麻痺ってね。忌憚ジェリー。ファイヤーボールレベル2っても全体じゃん。十字切りで舐めて、串刺しで舐めて、回復しないとジェイソンがまた死んでしまう。助かる。で、連携でどうだろうか。ウォーター機弾、ここでや。始めましょう。応援する。俺が行くぜ。からの。光がなんか技を覚えたな。やばいやばいやばい、死ぬ。あいつ麻痺ってんな。クリティカルだから。止めた。倒して。麻痺解けた。いや、まだ麻痺ってんな。節約、このターンは大丈夫だな。節約で吹き弾なんか覚えそうだけど、我慢比べなら負けんぞ。何も覚えない。十字切り任せろ。からの槍。まあこんなもんか。これどんどん下に落ちていけばいいのか。下へ。じゃマジうぜえんだけど、この飛んでるフライヤー。踏みつけ15も使う割には弱かったかな。なんか一回使ったら、これもパンチ。どうしてやろうか。パラのクレーム割れていくか。いけ、セルフバンニングしてきた。いや、十文字で肉を切り、骨を断つ。お前は骨だろ。指でやっ、やったでかいな。あ、ここあれか、落っこってきたところで、あそこに宝箱あんな。とりあえずあれ回収するか。こいつを後ろから切る。ジャンプからのプラスパスラスト。あ、横なんだ、なるほどね。なんか弱点取れねえかな。ライトボールで弱点取れるか。さあ
ロッククラッシュ。私の番か。こいつはもうマジで光かあれしかないからな。ひどい。スライムで十字切りいけんの。で切り落としてスタン出したい。ダメだ。パーリー。パーリー。マジ強え。デッタラメ感。いいな。どうしてやろうか。行くぞ。普通の攻撃で貯められんだったら全然お得だな。龍の穴の鉄拳を。こいつ後ろ取りて。取れた？なんか知んないけど取れた。後ろ取れるだけでも全然違えかな。プラズマスラストちょっとやってみるか。よし、ちゃったよ。取れた。からの。いた。お任せを。こんなポラリスちゃんが減るよな。チェイスもまあまああるから、スタートしてコンボは特にない。地熱弾はなんか使ってもいい気がするな。地熱撃破。クラズマスラスト。さあ一匹倒す。決まりました。これはさすがに普通に倒そう。ゲージ使うのはもったいない。まあこんなもんか。これ一つのダッチを終えることでなんかだいぶ強くなる気がするんだけど。鋼の具足の開発が完了した。これはここ終わったらだな。で練習サイクロンスクイーズ合成開発も終了した。覚えに行きたいけど。え、これこの先あ、なるほど、一回出るんだ。でちょっとなんかあるな。皇帝駅なんやねんそれ。なんか気持ち悪いの手に入れた。皇帝駅、皇帝のために調合が施された薬。 BP100、 皇帝の BP か。じゃあ BP をそもそも全回復してセーブしていきますと。敵はいないよね。もうこれでボスでいいよね。リザードマン系、これ固定かな。ボス龍の穴のメンツにかけて。リザードレディ気弾がめっちゃベルセルク。いやダメだ。あ、ヒットポイントも回復するんだ。最悪ベルセルクかけるのあるじゃな。で待って待って、最初にも連携かけよう。なんか2体いけるところ。あ、これ2体いけんな。本当に左のやつ入ってる。これ入ってなくね。入ってないけどいいや。畳みかける。いや入ってるから。見たか、怒涛の連撃。よし、ハリー、ハリー、任せて。帝国重装砲兵を舐めるなよ。デタラメをちょっと一回撃ってみよう。突着ではあるな。俺が行くぜ。じゃあ串刺しもいけんのか。中ベロ、ハリー、ロマン比べならお前マジ最高だよ。で、地熱撃も行こう。縦に行けんからスタン。プラズマスラストはちなみに証券もちゃんと使っていく。あ、まあ普通だ。パンチなんか覚えるね。でも気弾の方が高いけど。ロッククラッシュいける。そんな、やばいやばいやばい。で串刺しも焼き爪は、うーわー、そういうことか。順番的にまあいけんな。よし、スタン取った。スタン取ったけどさ、これターンのあれでスタン終わりにスタン取ってもしょうがないはしょうがないんだよな。ちょっと結局さすがにダイソン。ここは私が。で生命の水もちょっと自分にかけよう。で来たん。こんな、こんな、
うわ、短冊も耐えた。どうしてやろうか。で、地裂からのこれ行こう、使おう。倒せるやつを倒したい。私の番か。で、忌憚はもうちょっと弱点ではないのか。どうする？カウンター、カウンターでも別に、あ、弱点だ、全然弱点だった。で、串刺しはもうやる必要がないから、ちょ、切り落としてやっとく。3色こうてか倒したわ、普通に。で、リザードマンの攻撃はもう全然後だな。みじん切ろう。任せて。ちょっとファイヤーボールとか使おう。で、水も両方使ったから、まあ、6フラッシュでダメージは。いやー、まあまあまあ、一応雑魚敵っちゃ雑魚敵扱いだから。ワニ側の鎧手にいた。で、ここら辺ちょっと回収して、金はそんなにないかな、ここだけかな。15万円、帰れる。ちなみに帰れそうだな、そのまま。よし、行こう。てか、ティファールにも宝箱2つあるし。の誰に報告するの？村長みたいな人いたっけ。今ちょっともう傷薬しょぼいんだよな。高級傷薬じゃないと結構きつい。ん？こいつか。ご報告申し上げます。行員たちから聞きました。あなたがモンスターを退治してくれたって。これでようやく採掘を始めることができます。はるばるナゼール地方から出てきた甲斐がありました。こいつナゼールから来たのか。ええ、ナゼールはここから南にあるルドン高原を越えた先にあるんです。なかなか道のりが険しくって、僕も命からがらこの町にたどり着いたんですよ。これからはこの町で一攫千金の夢に向かって頑張ります。本当にありがとうございました。命がけで来たんだったら、確かにね、命がけで来てサビ出てたらちょっとショックだよな。で、宝石鉱山開放し、帝国の財政はより豊かになった。まあ、さすがにここでジャンプはしないよね。皇帝陛下、お呼びでしょうか。陛下は収入を増やすために帝国の土地を豊かにしたいとお考えだ。植林によって土地の保全と水源の確保が叶えば、豊かな自然に人々が集まり経済も潤うだろう。これはアバロンの木。アバロンの木を植えるにはどのくらいかかるか。30万クラウンほど必要と思われます。今私の金は70万円か。半分近く使うな。あ、でも術研究所ってレベル2でもう終わりなの。あ、違う違う違う、今ちょうど開発完了したよって言われか。で、建造中でルドン高原行けるようになって、少し見るか。あ、混合石の槍も行けるようになってんな。いろいろあるか。ちょっと術研究所みたい。バックラウンドつけるようになった。開発していた術が完成しました。サイクロンスクイーズ。これでまた術の可能性が広がりますね。新たな術を習得すると道が開けますよ。こっちか、合成術。ポラリスちゃん。風か。なるほど。ちょっと土は封印したくないかな。サイクロンスクイーズはスタンがあるからな、結構いいんだけどな。新たな術を習得、またお越しください。一旦お預け。で、カジ行こう。まずそもそも開発が終わってるから。開発していた装備が完成しました。次は何を開発しましょうか。ラメラスーツ、オープンヘルムと鋼鉄の鎧装備してるかな。今そもそもバックラーはこっち作ろう。頑張って、またお待ちしております。30万円のうち2つ買えばなんとかなるんじゃない。ご用件は、商品はこちらでございます。これと、ありがとうございます。これ、またお越しくださいませ。ここで買って
ラベラスーツを作る。新しい装備の開発に日夜努力しております。全集路まあまあ10万でいけるのと言っていいでしょ。金がねえマジで。頑張ってやり、またお待ちしております。よし、アバロンもちょっと宝箱とかわからんわ。でね、もうナゼル地方に進出していきます。あ、こっちか、まだルドン、ルドン高原ですね。まあそんなわけでちょっと敵がなかなか強くて一個一個時間がかかっちゃうんですけれども、次回はルドン高原から、まあナゼール、なんかちょっとキマイラ見てるやつがいいんだけど、ナゼールの制圧は多分そんなにって感じだと思うんだけど、鉱山がだいぶ時間かかっちゃったかな。なんか同じくらいかかった、1個の動画で1個のダンジョンくらいしかなんかできない気がするけど、ちょっと金が見えるなあそこに。まあそのわけで次回、ルドン高原からやっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。